こんにちは。会社行ってないのに5月病、コージです。今回はですね、以前作った紙粘土のルアー、前回は反省点ばかり見えた状態で終わったので、その反省点を踏まえて真面目に作ろうと思います。もちろん材料は100均でなるべく揃えて、専門的な道具などを使わず、夏休みの工作でもできるような手順でやっていこうと思います。まずルアーの基礎となる針金の骨組み、魚がかかった時にルアー本体が壊れないよう、糸と針のつながる位置が一直線になる形状にするのは前回と同じですが、紙粘土という素材のため、ルアーの中で針金がずれたりねじれたりしないよう、無駄に出っ張りをつけました。そして前回は後から穴を開けて入れた重りを、今回は骨組みに最初からつけます。前回の経験上、夏目重り2号を丸々1個使うことにしました。またカップも先に作っておきました。少し曲面の曲がり方が強いですが、今回も前回と同じくペットボトルの型部分です。今回は市販のノイジー系ルアーを参考にして、カップの上の方に釣り糸を通す部分が来るようにしました。パーツが揃ったところで紙粘土のボディ作りに入ります。前回と同じようにブロック状に切った紙粘土に骨組みを埋め込んで形を作っていきました。後で思ったのですが、まず骨組み周りに紙粘土を薄くしっかりつけて乾かした上で、周りに肉付けしていった方が中で骨組みがずれる心配がなかったような気がしました。ある程度形ができたら、カップの位置や角度を決めてボディ形状を調整します。前回の最大の反省点といえば、横扁平の形状にしたため、水の上で逆さまになったら自力で戻らないという部分でした。今回はその反省を踏まえ、やや縦に長い形状で重りを下寄りにセッティングしています。3日ほど乾燥させました。この軽量紙粘土、乾燥に時間がかかるのが残念ポイントです。まあそのおかげで半年以上前の余り物の紙粘土が使えてるわけなんですけど、針金の輪っかの根元に隙間が空いているので、瞬間接着剤を流し込んで補強します。続いてボディの凸凹やひび割れなどに細かくちぎった紙粘土を貼り付けて形を整えていきます。先ほど接着剤をつけた針金の輪っかの付け根部分も紙粘土をすり込んで隙間を埋めていきます。この作業が終わったら、またしばらく乾燥待ちに入るので、仕事の合間にちょっとずつ作っていく感じです。一気にガーッと作って動画撮影して編集ってわけにいかないのが工作自作系動画の難点です。パソコン自作系の動画とか密かにすごく大変なんですよね。また2日ほど乾燥させました。左右のバランスを見て、大きく形が合わない部分を大まかに削っていきます。この軽量紙粘土、カッターで削る作業は非常に楽でいいですね。まだ表面がデコボコしてますが、この状態で一旦ウレタンニスを表面に染み込ませていきます。本当はほぼ100均の材料で仕上げたかったんですが、たまたま家に余ってたウレタンニスを使っています。この部分は下地を作って耐水性を上げるための作業ですので、100均に売っている水性ニスで代用できます。水性ニスは水性となってますが、乾燥すれば水に溶けないので紙粘土ルアーにも使えます。先ほど塗ったウレタンニスが乾いた状態です。いい感じで表面がカチカチになりました。これを
木工用ヤスリを使って表面の凸凹を削り形を整えていきます。ニスを染み込ませずにヤスリをかけると表面がボロボロ崩れたり補修部分が剥がれたりしそうなので、この作業のために一旦ニスを塗ってます。1回目の削りが終わった後です。結構滑らかになったでしょ。途中でこんなもんでいいかって手を抜いたのですが、作業の手間を惜しまず加工すれば紙粘土でもかなり高いクオリティで表面加工できると思います。ヤスリがけで耐水性がなくなった部分もあるので、さらにニスを塗って表面の耐水性を補強します。やっぱりちょっと茶色いのが目立ちますね。ダイソーに売っている水性ニスの乳白色タイプというやつを試してみればよかったって後悔してます。本当は木工ヤスリで形を整える工程をもう一回しようと思っていたのですが、もう十分な気がして紙ヤスリで表面を滑らかにするだけにしました。手抜きです。前回使ったマニキュアがほぼ透明でキラキラ光を反射するタイプだったので、新たにマニキュア買ってきました。平日の昼間に100均のコスメコーナーをうろつく怪しいおじさんです。仕上がり具合を確認するため前回の失敗作に塗ってみました。残念ながら今回もほぼ透明でラメが入っているだけの感じでした。ルアーなどに使うには下地にベースとなる色を塗ってから使わなきゃダメですね。オーロラカラーやギャラクシーカラーという種類のマニキュアはほぼ透明なキラキラ系マニキュアだと学習したおじさんです。三度100均のコスメコーナーをうろつき、しっかり濃密二度塗り不要という白系マニキュアを買ってきました。本当はオレンジやイエローの蛍光色が欲しかったのですが、マニキュアに蛍光色はないのですからね、見つけれませんでした。まずボロボロなルアーに塗ってみます。しっかりと白色が塗りましたね。下地用に白く塗るには使えそうです。早速ペーパーがけの終わったルアーに塗っていきます。二度塗り不要って書いてますが、色ムラをなくすには三度塗りぐらい必要でした。これあえて100均のマニキュアで完結させようとしていますが、表面処理をしっかりしてちゃんとした塗料でエアブラシなどを使えばすごくいい感じで仕上がると思います。ホワイトを塗って乾燥させたのがこれ。やっぱり表面の処理の粗さが出ちゃってますが、削り工程を入れたことで前回よりだいぶ良くなってます。塗装はこだわろうか迷ったのですが、前回のオーロラマニキュアで仕上げるだけにしました。結構好みの感じだったんですよね。下塗りの白が溶け出したのか若干色ムラができましたが、気にしないことにします。乾燥したのがこれ。角度で微妙に光り方が変わるパールっぽい仕上がりになりました。塗装前のヤスリがけと下地塗りをもっと丁寧にしたらもっとテカテカヌラヌラに仕上がると思います。まあいいかって手を抜いた分、塗装終わってみたら表面の粗が目立ってしまいました。カップ取り付け部はテストがてらピンクのラメマニキュアを塗ってみましたが、普通ですね。でカップなんですが、ここに来て曲がりが強いのが気になって作り直すことにしました。ちょうど2リットルのペットボトルがあったのでこれを使います。使いたい場所に大体の形を書いてハサミで切り出します。カッターやハサミで加工できる材料ばかりというのが今回のミソだったりします。専門的な工具が不要ですし、小学生にも真似してもらえるかなって感じで、プロフェッショナルな技術を求める方にはなんだよって内容になっていると思いますが、まずルアー作りの楽しさを手軽な材料で味わってみるってきっかけになってもらえたらいいなって思います。僕がよく使っているラッキークラフトのサミーバグと比べたら
作ったカップが思ったより大きいことが判明。もっと小さくてもちゃんと泳ぐってことですね。ということでもう少し小さくしました。ライン愛、糸を結ぶ輪っか部分ですね、を通す穴も開けていい感じで完成。ちなみにこのカップってやつは左右全く対称じゃなく、少しぐらいずれてる方がポコポコ派手に泳いでくれたりします。続いてカップにビス止めの穴を開けて固定したら OK なんですが、ボディの真ん中は結構手前まで針金が入っていたことを思い出し、今回は2箇所でビス止めすることにしました。カップとボディにビス止めの穴を開けました。ボディは紙粘土のためネジ穴の強度が不安ですし、水が染み込む可能性もあるので100均の瞬間接着剤を注入しました。中に染み込ませたいのでゼリー状じゃない液体のやつを使ってます。最後にカップをビス止めして100均の手芸コーナーで見つけた目玉シールを貼り付けて完成。いい感じにできました。重さも 18g と理想的な重さです。で、今回はここまで。次は実際にこのルアーを使ってみたいと思います。